ジャンヌ・ド・ダン・マルタンは、フランスのオマール女白、ポンチュー女白。オマール・ハクシモン・ド・ダン・マルタンとポンチュー女白、マリーの子。母方の祖母は、フランス王女、アデル。1230年頃、父・シモンが、フランス王ルイ九世との婚約を整えるが、後に、ルイによって破棄された。1237年、ブルゴスにて、カスティーリャ・レオンゴをフェルナンド3世と結婚し、 子を設けた。カスティーリア語では、フアナデ・ダン・マルティンと呼ばれた。フェルナンド三世に先立たれると、ジャンヌは引退し自分の領地に戻った。1254年頃、ファルビー及びラエレル領主ジャンドネールと再婚に死を設けた。1259年、重子である、ブローニュ・ジョハク及びダン・マルタン・ジョハク、マキルド・ド・ダン・マルタンが死ぬと、ジャンヌは、ブローニュ・ハク領の相続を目論んだ。 しかし、パリ高等法院は1262年に裁定を下し、ブローニー薄領はアデライード・ド・ブラバンに、ダンマルタン薄領はルボーマン領主、マチュード・トリに相続させた。ありがとうございます。